金は、朝鮮人の政治家。戦前日本の帝国議会で、初の朝鮮人第二子となった。京商南道密洋子出身。密美観文書塾、日語学校で学び1906年に訪日。土木作業員から、手配師となって、清水組や佐藤工業、飛島組、熊谷組などの仕事を受け負った。 その一方で在日朝鮮人の総合婦女、地位工場に力を入れるようになり、1920年に、力東らと朝鮮人労働者総合婦女団体である、IQ 会を結成した。IQ 会の活動には、土木工業会や前朝鮮、総徳府警務局長だった、丸山鶴吉から指示を受け、翌1921年には、IQ 会を新日優和団体である、総愛会に改装、 自身は副会長に就任した。衆議院議員統制を祝う僕春金当時の衆議院議員選挙法では、内地人含め朝鮮、台湾在住者には選挙権、非選挙権がなかったが、内地居住の日本帝国国籍男子であれば、朝鮮人、台湾人であっても、法的には平等であり、地方参政権のみならず衆議院議員の選挙権、非選挙権を共に有していた。また、 1930年1月の内務省、法令審議会はハングルを使用した投票を有効とし、ハングルでの投票が予想される選挙区の投票管理者には、ことわざ文字書が配布されていた。そのため、1932年には、当時の東京府4区から解明せずに、民族名のまま、第18回衆議院議員総選挙に、丸山らの応援を得て出馬し、当選した。 1932年から1942年までの10年間に衆議院議員総選挙は4回あったが、僕はそのうち32年と1937年の選挙で当選し、衆議院の大議士を2期務めた。親分肌で面倒見が良い性分であったことから、地元では朝鮮人だけではなく、日本人からも人気があったが、異民族ということもあり。 自職を流されたり脅迫もされたという。政治家としては、朝鮮人、在朝日本人の参政権と朝鮮人、志願兵制度を請願している。1942年の翌3選挙で落選。終戦直前には、作家の李光主や、詩人の朱里由ら、当時朝鮮を代表する、知識人と刑場を不民間で、大義党を結成し、欧米列強の本国での選挙。 非選挙権も与えない植民地支配を求断する大会を開催した。終戦後は大韓民国政府によって新日派民族反逆者に指名はされたものの北朝鮮よりも韓国政府を支持日本にて日韓文化協会を結成して韓国人留学生の支援に尽力するとともに在日本大韓民国民団における活動で韓国政府からも功績を認められ、 在日韓国人からの信頼を得て、在日本大官民国民団中央本部顧問という幹部に就任。民団とともに祖国統一促進協議会でも活動。1973年3月31日、東京の慶応大学病院で死去。去年81。ありがとうございます。